はい、皆さんこんにちは。緊張しすぎる7の状態です。今回紹介するのはこちらの金森デックをご紹介したいと思います。で、こちらのデック、あの有名なマジシャンの金森俊介さんという方がですね、まあマジック以外にもあのダーツをやってらっしゃって、あのまあ高品質のデックを作ってほしいということで、まあ作ってもらったのがこのデックですね。で、一応こちらのデック、あの先週のまあトライアングルのレクチャーの時に買ってきました。で、一応4つあるんですけど、確か2000円ぐらいかなぐらいで手に入れました。はい、まあ、今回はねこちらの金森デックを皆さんにご紹介したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで早速近くで見ていきましょう。はい、それではまず最初に箱の紹介からしていくんですが、こんな感じになっていまして、ここにはね L スタイルプレインカードスタンダードって書かれていますね。で、あの全体的にあのダーツのデザインになっております。で、ここの四隅の部分ね、あのダーツのこの矢っていうんですかね、がデザインされております。で、あとですね、この部分とかはこのダーツのねボードっていうんですかね、がデザインされております。かっこいいですね。で、横はこんな感じで、Enjoy Life Love Rock って書かれております。で、こちらも同じですね。で、下はこんな感じで L スタイルとなっております。そしてこちらが裏ですね。まあほとんど同じですけど、この部分がないですね。こちらにはすごくねかっこいいデザインとなっております。で、シールもねめちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じで、はい、箱の紹介は以上になります。それでは早速ね中身を見ていきましょう。はい、フィルムを剥がすことができました。それでは早速ね開封していきましょう。まず、こちら広告カードですかねが1枚、そしてこちらジョーカーですかね、これも1枚ついてきます。そしてこちらがスペードのエースですね。なかなかかっこいいですね。で、表のデザインなんですけれども、特に変わりはなさそうですね。こんな感じで、あ、絵札がちょっと違ったデザインになっていますね。あのダーツをしているっていう感じになってますね。こんな感じで、で、あのマークがですねこんな感じでちょっと小さめになっていますね。ここの部分がね。そして赤いカードはそのままで、絵札がこんな感じですね。すごくおしゃれでいいですね。そしてもう1枚、ジョーカーですかねが1枚と、広告ですねがついてきます。はい、表のデザインは以上になります。続いて裏を見ていきましょう。こんな感じです。すごくねかっこいいデザインになってますね。あのこのダーツのねこのボードっていうんですかね、これがねめちゃくちゃかっこいいですね。で、ここに書かれてるねあの L スタイルっていうのはめちゃくちゃいいですね。はい、ではちょっとね広げてみたいと思います。表向きで広げるとこんな感じ、裏向きで広げるとこんな感じですね。めちゃくちゃかっこいいですね。では今度は混ぜてみたいと思います。なかなか混ぜやすくていいですね。まあすごい弾力もあって、これはマジックにも全然使えると思います。で、こちらのデックなんですけれども、まあ固めに作られているので、まあ、そこまで柔らかくはないんですが、まあ、ただね普段ショット系とかをやる人にとってはこのデック非常に使いやすいんじゃないかなって思います。はい、というわけで今回は、金森デックをご紹介したんですけれども、めちゃくちゃかっこいいトランプでしたね。で、今回私はレクチャーでこのトランプを買わせていただいたんですけれども、サイトの方でも売っていると思うので、もしね興味のあったら買ってみてください。
確かね、このデック箱が中国製で、確か中身がドイツ製だったかな。まあ忘れたんですけど、そんな感じになっていたと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またその他 Twitter、Instagram もやっておりますので、動画説明欄よりフォローしていただけると嬉しいです。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。またねー。